どうもこんにちは、たかしです。今日も元気でいきましょうぜ。はい、この動画はジャンプ最新話1095話のネタバレがありますので、アニメ派コミッカーの方々はお気をつけください。昨日、おとといでですね、1095話の全体の感想だとか、初見のリアクション、そしてクマの種族、バッカニア族について動画ね、上げてますので、ぜひよかったらそっちも見てください。はい、はい、で、今日話すこととしましては、まあ昨日ね、まあクマの話、バッカニア族の話、それ関連の話を一本撮ったんですけど、やはり気になることとして、今週大きなことを明らかになりました。ゴッドバレー事件とガーリング星。そのあたりが描かれてきた中で、やっぱり気になるのがシャンクス。気になりますね。なのでこの動画ではシャンクスとかガーリング星、そしてゴッドバレー事件関連の話、そのあたりでね、一本撮っていきたいと思いますので、ぜひよかったら最後まで見ていってください。はい、このチャンネルでは毎週ワンピース最新話の動画上げてまーす。ぜひぜひチャンネル登録お願いしまーす。一緒に楽しんでいきましょう。ほんじゃ行きましょい。さあさあさあ、1095はもうとにかくヤバヤバ情報がいっぱいありましたね。激ヤバヤバ激情報。めちゃめちゃヤバかった。昨日もあげました、クマの種族、バッカニア族明らかになったりだとか、まさかのそのクマの過去とゴッドバレー事件がクロスしていたと。もう面白すぎ。もうワンピースほんと面白いですね。まあほんとね、クマの過去はもうほんとにもう言葉も出ないぐらい辛いねものがあったわけなんですけど、もういろいろなちょっともう感情がぐちゃぐちゃになった回でしたね。そんな中でもやはり気になることの一つ、シャンクスの出自ですよ。ゴッドバレーとシャンクスについてちょっと話していきましょう。今回まさかのクマの過去編がゴッドバレー事件が絡んでいたよということが明らかになっていきそうだと。38年前ウエストブルーゴッドバレー、そこで天竜人たちのもう最悪、ほんと超悪悪胸クソ大会、人間狩りを行っていたと。天竜人たちがわざわざ下界に降りてきて、このゴッドバレーの地に、まあ、軍艦何隻もこれ来てますもんね。まあ、海軍の護衛も乗せてなのか、わざわざゴッドバレーに出向いて、そこで最悪な大会を繰り広げていたと。しかも3年に一度ね、もうこれもう終わってますよね、マジで。人間のやることじゃないんですよ、本当に。で、ここでね、もうまずゴッドバレーがウエストブルーっていうのも確定しました。もうそれも激ヤバ情報ですよね。で、なんとこのゴッドバレーには、フィガランドガーリング星来ておりました。ちょっと前にフィガランドガーリング星っていうのはゴッドバレーの王者って言われてたので、ゴッドバレーという地にもともと住んでたとか、天竜人たちが何か時折立ち寄るような、まあ神の谷ってついてますから、そういった特別な天竜人の島があって、そこの生まれなのかなとか思ってたんですけど、そうじゃないっぽいですね。マリージョにはやっぱり天竜人っていうのはいて、わざわざゴッドバレーに来てたっぽいですよね。となった時にこのフィガランドガーリング星、若かりし頃38年前です。めっちゃシャンクス。もうこれ第一印象、もう顔がシャンクスでしたもんね。もちろんこの髪のね、この三日月のこれはまあ別として、いや、これめちゃめちゃシャンクスに似てますよね、顔ね。もうこうなってくると、やはりガーリング星というのはシャンクスの父親で、まあ間違いなさそうですよね。まあ父親なのか、例えばあとおじとか、まあ少なくとも血縁関係。シャンクスがフィガーランドの血を引いていることはもう間違いなさそうですよね。去年のフィルムレッドから始まり、もうフィガーランド家っていうのはシャンクスの血筋なんじゃないかって噂され、で、もともと言われていたシャンクスの好物が、ロブスター、キムチチャーハンで、同じく元天竜人のドフラミンゴが好きなものがロブスターと。で、ちょっと前に天竜人たちがロブスターを所望したのにっていうコマもありました。なんだかまるでもシャンクスが天竜人の生まれなんじゃないかっていうことを、どん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 こう本編でも情報が落ちてくる中で、今回ガーリング星の顔がシャンクスに似ている、かつシャンクスの故郷っていうのはウエストブルー出身っていうのが分かってます。今回ゴッドバレーウエストブルーでした。もうこれはもう今までまあ 90%95% ぐらいでシャンクスっていうのは天竜人でフィガランド家で、まあガーリング星の子供なんじゃないかなっていうのが分かっていた中で、もう今週さらにそれがもう確証に近づいていきましたよね。なのでなんかもう俺もそこからもうほぼ確定だろうと思って、月曜の動画でほとんど触れなかったんですよね、なんかもはや。なのでシャンクスはフィガランド家の血筋で、まあほぼほぼ確定なんじゃないかなっていう状況です。なんですけどね。そう、なんですけど、まだ気になることあるんですよ。まあ今回分かったこととして、ゴッドバレーっていうのは、天竜人たちが別にもともと暮らしてた場所じゃなさそうですよね。3年に一度たまたま選ばれてしまった不運な島ですよ。しかも世界政府非加盟国だと。つまり、世界政府との関わりはない島なわけですよね。そこにわざわざ軍艦を何十隻も率いて、天竜人たちがそれに乗って、最悪のこの大会をここで繰り広げようとしていたわけですよね。となるとフィガランドガーリング星もマリージョアからわざわざここに出向いてるわけですよね。となるとですよ、シャンクスっていうのは現在39歳です。で、この時ゴッドバレー事件の時っていうのは1歳なんですよね。となるとシャンクスはこの時点で1歳ですから、ゴッドバレーで生まれたわけではないですよね。おそらくマリージョアで生まれて、ガーリング星たちとこう共にウエストブルーのゴッドバレーにまでわざわざ来てそうですよね。となるとこれシャンクスって
っていうのは故郷がずっとウエストブルーっていうのは言われてたわけなんですけど、ここにも何かまだ秘密がありそうですよね。なのでまあ多分本当の出自を言うと、まあ多分マリージョアになりそうですよね。出身地が、生まれはマリージョアにはなりそうですよね、現状ね。ただこの後ね、おそらく明らかになっていくだろう事柄ですけど、シャンクスはここのゴッドバレーにてロジャーに拾われてるわけですよね。つまりゴッドバレーにたまたまマリージョからこう一緒に連れてかれてきて、ここで何らかがあって、で、その後、多分宝箱に入れられて、その宝箱を持って帰ったのがロジャーで、それを開けたらシャンクスがいたっていう状況ですよね、おそらくね。なんですけど、シャンクスっていうのは、45巻で白ひげと会った時に、ウエストブルーの酒を持ってったんですよね、白ひげに対して。で、シャンクスは、故郷の水で作った酒だと。いや、故郷の酒だって言ってたんですよね。ウエストブルーの酒で、故郷の酒が一番うめえと。そういった形で白ひげのところに持ってってたんですよね。ウエストブルーの酒だな。あまり上等じゃねえだろ。世界中の海を回ったが、肌身に染みた水から作った酒を超えるものはない。俺の故郷の酒だ、飲んでくれ。こういった形でシュルイゲとも会話してたんですよ。なのでこう考えてくると、この後ロジャーにすぐ拾われてるわけで、ウエストブルーでどうやって育ったんだろうっていうところが気になりますよね。まあ、もしかするとこれ38年前で、でロジャーたちが海賊王になったのが25年前、つまり13年間ラグはあるんですよね。だからその13年間の中でシャンクスと共にウエストブルーで何か生活をしていた、ウエストブルーを拠点にロジャーは腰を据えてどっかの島とかで冒険していたっていう可能性がちょっと浮上しましたよね、時系列的に考えると。なのでおそらくシャンクスはゴッドバレーの生まれではなく、マレジュアで生まれてここに来てロジャーに拾われて、ただシャンクスはウエストブルーが故郷と言っているっていうことは、やっぱりこの後数年間ぐらいウエストブルーでロジャーたちと共に過ごした可能性がありますよね。てか多分まあそうですよね、きっとね。いやだ、そうなってくると、そのなんでっていうのも気になるよね。ロジャーなんでわざわざウエストブルーでそんな何年もいたんだろうってところにも繋がりそうですもんね。肌身に染みた水って言ってるから、まあよっぽどね、シャンクスもまあ数年やっぱ幼少期ウエストブルーで育ったんじゃないかなって感じは受けるよね。まあそれか、まだここに何かからくりがあるかですよね。今ストレートに考えたのはそういった流れですけど、まあ本当にシャンクスがね、まあその正体何者なのかっていうところにどんどん集約されていくとは思うんですけど、今のところこのストレートに読み解くと、なんとなくそういった時系列、シャンクスが生まれてどういった形で過ごしてっていうのは読み解けるのかなと思いますよね。ただなんでここにわざわざ赤ん坊連れてきたのとかね。だってガーリング星わざわざなんかさ、こんな感じでさ、めっちゃ強しゃぶってんじゃん。まあ、余裕でさ、相手の王をいきなり取って1万点マイナスになって、それくらいの判でがあった方がいいみたいな、なんか子供連れてくるような感じじゃないっすよね、マジで。しかもてか、なんか別に子供とかいなそうだしね、なんか一匹狼感もあるし。まあそれか、フィガーランドガーリング星のまあ妻、言ってしまえばまあシャンクスのお母さんですよね、が一緒にまあ連れてきてるパターンですよね。まあお父さんの勇姿見なさいみたいな、なんだその母親、最悪ですけどね、それを見せに来てる母親も。まあ何かしらのね、理由があるんだろうけど、まあ、じゃなきゃこの赤ん坊を連れてくるっていうのもよくわかんないですよね。てか今冷静に考えたけど、天竜人の赤ん坊って出た、本編で出てないっすよね。あのドフラミンゴとかが幼少期とかはね、まああったけど、なんか赤ん坊の天竜人って抜けてたら、ごめんなさいね、抜けてたらぜひコメントお願いします。なのでまあ天竜人ってまあ相当なまあこの扱いを受けてるわけですよ。だからそういった天竜人の赤ん坊をわざわざ宝箱に入れるっていうこともなんか考えづらいですよね。どうやったら宝箱にこんなね、なんかもうわちきを守れみたいな言ってるやつらがそれさ、赤ん坊を入れるかね。だからちょっと母親、シャンクスの母親がおそらく一緒に来てそうですよね。ガーリング星と今シャンクス一緒にいないわけですから、その母親がどういったその人物かにもよりそうですよね。それがまあめちゃめちゃ性格悪い天竜人っぽいのか、はたまたドンキーホーテホーミング星みたいに、ドフラミンゴのお父さんみたいにめちゃめちゃできた人物、人格者な可能性もありますもんね。だからちょっと次以降書かれるんじゃないですかね、シャンクスのお母さん。うわマジで、いやなんかそれやばいな。もちろん推測ですよ、もちろん推測ですけど、いやでも十分ありますよね、今この流れで来ると。でガーリング星って髪赤くないんですよね。だから多分だけどお母さんが赤いのかなっていう感じしますよね、お母さんが出てくるとしたら。だから髪が赤い女性がいたらちょっと注目ですよね。シャンクスっていうのは唯一ね、キャラクターの中でもその髪にトーンが使われてたりするんですよね。まあもちろんちょっと例外もあったりするんですけど、基本的に。なので髪が赤い女性の天竜人で、まあ、このガーリング星の近くとかで描かれたりしたら、それがシャンクスの母親っぽいですよね。はい、というのが、まあゴッドバレー事件とシャンクスの、そしてガーリング星のまあ気になるところですね。まあ次回以降多分この辺りの何かが明らかになってくるでしょう。いや楽しみだけど最終章だな、終わってほしくね、知りたいけど知りたくね、複雑なジレンマがあります。さあじゃあちょっと今ねガーリング星の話をしたので、もう一つガーリング星の話ですね。やっぱガーリング星がね、やっぱ気になることが多いわけですよ。ほとんど登場してないにもかかわらず、もう若い頃が描かれてるんですよね。でなんだか今回描かれたのはまあヒゲがないし、あとここのね、こうつんとんがったのもない、この上の髪だけだと。でなんだか顔はめちゃめちゃシャンクスに似ていて、で明らかに剣士であるって感じですよね。でしかも一刀流で、日本刀のような刀ではなくて、やはり今シャンクスが使っているグリフォンのような、まあカトラス型という
かね、ここにこう何か取っ手があるような剣を使ってますよね。でやっぱこのガーリング戦見るとやっぱり普通の天竜人とは違う格好をしますよね。普通の天竜人はやっぱなんかここが何重にもなってそうなね、まあなんか着物のようなものと宇宙服のようなものが合わさって、でかつこのシャボンの下地民と同じ空気を吸わないようにこのヘルメットのようなものがありますもんね。ただガーリング星はそういったものが一切ないんですよね。なんか明らかに普通の天竜人とは違う服装してますよね。ただこのね、世界政府の紋章のようなね、バッジ、この浮き輪のようなバッジ、それは何個かやっぱつけてますよね。それぐらいですよね、他の天竜人と同じ服装なのって。で、現代のガーリング星、もうおじいちゃんの方のガーリング星ですね。そっちのガーリング星も普通の天竜人とは違う格好をしてますよね。なのでまあ神の騎士団っていうのがまだね、ちょっと全貌がわからないんですが、おそらく天竜人の中でも武装集団に当たる天竜人の羊で、なんだけど普通の天竜人とは違くて、まあ戦ったりするっていう部隊っぽいですよね。なのでその人たちはまあこういった服装、普通の天竜人とはちょっと違った、まあ戦いに特化した服装になってるのかなっていう印象を受けますよね。ただでもあれとかしないんですよね。シャボンね。まあ確かに戦いづらそうではあるし、あとまあガーリング星髪が変だから、ね、髪がもう月だから、確かに邪魔そうではあるんだけど、なんだかやっぱこの服装が違ったりするのが気にはなる部分ですよね。まあ服装が違う天竜人といえば、やはり五老星ですよ。五老星もね、もう普通のスーツですからね、もっと着飾っても良さそうなのに、もうどん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 なんかそのシュッとするというか、上に行けば行くほど変な服着ないのかな。で五老星もね、言うたら傷があるわけですから、まあおそらくその神の騎士団出身なのかなという印象は受けますよね。なのでまあ普通の天竜人であればあるほどあの服装になって、で神の騎士団になったらちょっと動きやすいように服装が変わって、でさらに五老星まで行くともうなんかスーツになるっていう、この天竜人の服装の秘密って何かありそうじゃないですか。なんか宇宙服っぽいっていうことは、なんか宇宙やっぱ関係してんのとか、まあねずっと言われてるとは思うんですけど、このバッジは何なのとかね、まあそのあたりちょっと気になってくる部分が多いので、ちょっと一応ね今回も触れました。でですよ、今回ゴッドバレーが描かれて、まあおそらくここからゴッドバレー事件が始まっていくんだろうなっていう印象を受けるんですが、今分かっているゴッドバレーの現状としては、天竜人たちがここにやってきて、でもう胸くそ最悪大会を繰り広げようとしている、で奴隷たちを放つ、プラス先住民たちを狩る、そういったゲームをしようとしているわけですよね。じゃあここにロックス、そしてガープ、ロジャー、どういった目的で来るのかですよね。ここがマジでちょっと気になる、楽しみすぎるところですよね。まずちょっとロックスにしましょうか。ロックス海賊団、ロックス海賊団っていうのはある儲け話のもと、海賊島八の巣に集まった無法者集団ですよね。ロックスをはじめ、カイドウ、白ひげ、ビッグマム、シキなどなど、いろんな海賊がいた海賊団ですよ。でその人たちがまあある儲け話のもと集まっている。でこの後おそらくここにゴッドバレーに来るってなった時に、やはり繋がりそうなのが104巻のあのコマですよね。先日のアニメでもちょっとね話題になりましたけど、カイドウ大事件だ、すぐに来い、ゴッドバレー行くぞと言った謎の人物、これ漫画読んだ時はやっぱりビッグマムなんじゃないかなってね思ったんですが、おそらくこの人物が麦わら帽子をかぶってそうなロックスっぽいですよね。おそらくね、まだ確定ではないですけど、ってなった時に大事件だっていうことを知って、で、ロックス海賊団っていうのは、ゴッドバレーにこの後来てるっぽいんですよね。まあ、それが何なのかですよね。その大事件だと、ロックス海賊団がこの豪語する内容。で、ロックスっていうのは、世界の王になりたかったわけですよ。つまり、ま、世界政府に対して牙を向いていたわけですよね。言うてしまえば、革命軍のような動きも見せていたわけですよね、当時おそらく。ってなった時に、確かに、この今、ゴッドバレーに、五老星のサタン星が今上陸してるわけですよね。そのサタン星を討ち取ったら、そりゃとんでもないことですもんね。世界の王になれそうですもんね。なのでロックスの目的っていうのがサタン星を討ち取ることだとしたら、確かに大事件ですよ。サタン星がわざわざここに来てるわけですから、ゴッドバレーに。でそれを嗅ぎつけて行くぞって言ってゴッドバレーにやってくるパターン、まあそれですよね、きっとね。きっとロックスは多分ね、そういうんな感じする、やっぱこの本編を読み解いていくと。でプラスで今回宝箱がめっちゃあったわけですよね、天竜人たちがこうわーってやってるところで。でおそらくあれがね、まあ魚の実とかが入ってんじゃないかなって感じはしますよね。まあ天竜人たちっていうのは余興で奴隷に悪魔の実食べさせたりするぐらい、まあ多分悪魔の実のストックがあるんでしょう。だから多分その今回の大会の景品として悪魔の実をこうね並べて、皆さん頑張ってくださいみたいな、なんかやってそうですもんね。ってなると確かにゴッドバレー事件の時にビッグマムが魚の実を手に入れて、それをカイドウにあげたっぽい感じですもんね。だからなんかいろいろ繋がってきそうですよね、この辺が。なのでまあロックスがまあここに来そうだなーっていうのはなんとなくぼんやり、もちろん確定ではないんですけど、そういった流れなのかなっていうのは思うわけじゃないですか。ただロジャーよ、ロジャーなぜここ来た、なぜロジャーがここのゴッドバレーに来る理由がちょっとわかんないですよね。
で、なんならロジャーは別に天竜人守る理由ないじゃないですか、これって。だってこんな胸くそ悪いことやってる連中を守るか、ロジャー。レイリーとかよ、守るかい。その辺がやっぱちょっと気になるところですよね。なんでロジャーはここに来るのかっていうのと、あとなんで天竜人守るんだっていう。まあもちろんロックスが敵だから。ロックスと例えばこの時めっちゃ敵対してて、まあ結果的に守っちゃったっていう。ロックスを倒したいだけだったんだけど、まあ結果ね、その間に天竜人とかが逃げれちゃうから、結果的に守れるっていう感じ。その天竜人を結果的に守ってしまったっていうパターンは、ロジャー海賊団にはありえそうですよね。まあただじゃん、なんでいるここに、ロジャーなんでここにいる、そのあたりちょっと気になりますよね。まあでもロジャーもなんかちょっとやっぱ天に生かされているというかね、まあちょっとそういった素質がありそうじゃないですか。まあもちろん海賊王になってますし、やっぱ運も味方につけてるわけなんで、そう考えるとルフィってなんでお前そこにいんねんって多分世界政府はなるわけですよね。今だってなぜか新ネックレッグエットにいるわけで、いろいろ考えてくるとロジャーもそんな感じで、まあ人には必ず出番があるって言った形で、なんだか天に生かされてたまたまここにこう行き着いた、このタイミングでたまたまこのここにを後悔してたみたいな、その可能性はありそうだなぁ、ロジャーは。まあそれか普通にここで飲んでたとかね普通にそこに天竜人がただ居合わせただけとか、なんかロジャーはそういうなんか天に導かれてなんかここにたまたまいたみたいな感じなんですかね。ちょっとこの辺気になりますよね。でそうなってくると、これガープいるってことでしょね。今回まあ軍艦がこういっぱいある中で何隻ありますこれ。まあ一コマで見るだけで 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11隻いるんですよ。もうバスターコール以上今ゴッドバレーに船あるんですよね。なのでまあこの軍艦に乗ってんのかな。まあサタン星もここに来てますから、いやここにいるんだろうな。だからガープも、うわー楽しみですねこれが。いやちょっとゴッドバレーやばいな、もう分かっちゃう。うわー、まだもっと先なんじゃないかとかね思ってたんですけど、これ結構がっつり過去編入るっぽいから、ゴッドバレー時期分かるだろうな。ガープも見えるし、多分ロックスのね顔も明らかになるだろうし、ここやばいっすね。でガープもねここにいるんだろうけど、ガープはさ、要は天竜人守りたくないわけじゃないですか。だから大将にならないわけで、ずっと中将やってるわけですよね。だから天竜人は守りたくないはずなんですよね。なのでちょっとこの辺が気になりますよね。なんでロジャーとガープが共闘してロックスと戦ってわざわざ天竜人を守ったんだろうっていう。まあまあでもやっぱロジャーとかそのガープのことを考えると、ロックス海賊団と敵対してるから結果的にまあ天竜人を守ってしまったってことなんですかね。まあ言うてもここサタン星いるんですよね。なんかロジャーガープでどうやってロックス海賊団打ち滅ぼすんだとか思ってたわけですけど、サタン星もいるので、まあなんかそう考えると確かに、まあロジャーガープの時点でまあね勝てそうかどうかなって思ってたところに、さらに後ろにサタン星いたんで、まあそれは確かに勝てるかっていう感じはより思いますよね。もちろんサタン星はね出陣してるかわかんないですけど、でもサタン星なんでわざわざここ来たの、わざわざ来なくてよくない、なんで来たの、なんかその辺も気になるよな。サタン星がなんでわざわざここ出向いたんだろうとか、まだまだちょっとね見えてこない部分ありますけど、まあちょっと来週救済なんでまたそのあたりもね来週どっかでね動画撮れればと思いますんで、ぜひよかったらねチャンネル登録高評価お願いします。いつもありがとうございます。はい、今日はこの辺にしたいと思います。最後まで見てくれてありがとう。次も見てください。明日も楽しもう。またね。9歳ですが一緒に楽しんでいきましょう。前向いて全力でまっすぐに自由求め思いのまま進んでいけ全力で。